今回はダの奏法についてご紹介したいと思いますダの奏法というのはギターの世界などではハンマリングと言われているものでピックで弦を弾かずにボタンだけ押さえて前の音の余韻を変化させるという奏法ですこの奏法を駆使することによって複雑な装飾音を表現することができます ソロ演奏であったりソロのパートをよりかっこよく効果的に演奏するための技術として使えるのではないかと思いますでは実際に弾いてみましょう123という音の動きを弾いてみます通常はすべてピックで弾きながら演奏しますねところがここに「ダ」 打つという記号がついておりますとこのようになります特に素早い音の動きで装飾音を表現したりすることができます反対に指を離していくという場合もございまして これは「話す」というふうに表記されますそしてこの2つを組み合わせた奏法が「打ち放す,す」ですそれでは実際の曲の中でどのように使うことができるのか演奏例を見ていきましょうでは奏曲の6段の調べ これは琴の押しで、チョーキングを打の奏法、ハンマリングで置き換えて演奏した例です。次は装飾音を演奏する例です。ブラームス作曲のワルツ第15番、イチョウチョウの一部分を演奏してみます。 次に短いトリルを演奏すす。る例ですアニメソングから「目指せポケモンマスター」の一部分ですそれから数字譜にスラー記号がついている場合これは弾く人の好みによるんですがピックで弾かずに演奏するという方法もあります。ではハブ例に。 数字譜作成の動画でもちらっと触れたんですが単音の演奏ということになりますとどうしても音の動きがちょこちょこ細かく複雑になるという法則がどうやらあるようですもしソロ演奏をよりかっこよくしていきたいということであればこの技術は大変有効に使うことができると思いますさらに突き詰めていきたいという方は同じ単音の楽器ということで 笛で使われる奏法がとても参考になると思います。一つは日本の忍への指打ちまくりの動画のリンクを貼っておきます。それから西洋のフルート、モルデントターン。この解説の動画もリンクを貼っておきますので、さらに複雑な装飾的な音の動きをアレンジで加えていきたいという方は、 ぜひこちらを見て研究してみてください。最後に普通に弾く場合とダの双方との比較をしてみたいと思います。普通に弾く場合はピックで弦を弾きますので一つ一つの音が大きくはっきりと聞こえます。一方ダの双方は余韻を利用しますので音は小さくなりますが音と音を滑らかにつなげることができます。 対象ごと講座の教本3の10明治一大女の3連音ですが楽譜ではピックで弾くという指定がされておりますが右手の動きが大変忙しくなりますので打ち離す奏法を使ってみても良いのではないかと思いまして今回の動画をまとめてみましたちなみに先ほど演奏しました奏曲の6段の調べ本来は押しでチョーキングの部分 大正ごとでは演奏できないので仕方なくハンマリングで置き換えたわけなんですけどもまたくだらないことを考えてみましたじゃーんこれはキーバンを横から見た図なんですけどねメロディ次元は一本になってしまうんですがここにちょっとあの引っかかりを作ってですねでここは L 字型に切り欠きにして でボタンを押してない時は視点ここにあるようにしてギュッて押したらこっちにスライドできるようにしましてですねそれでまあこんな感じでぐる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 ってまあバネどっかにつけといてそしてボタンをギュッてあの手前に押した状態で引っ張れば弦が横に引っ張られてチョーキングできるよっていうのを できないかなって思ったんですけどちょっとこれだとなんか手の爪が剥がれてきそうですねもっといいアイディアが思いつきましたら朝風よしやさんあたり作ってくれないかなって思います余計なことでしたということで今回もご視聴ありがとうございました